もちろんいいわよ。では参ろう。アスナにも背中を流してもらうとしようか。私にも？いい湯だな、アスナ。うわー、体の疲れが取れる感じ。美しいな、人族の娘の肌は。驚くほどに柔らかで白い。あ、そんなにつつかないでよ、もう。キズメルこそすごく綺麗だよ。お肌に張りがあって、ツヤツヤしているし。そうか？他者と比べたことがないものでな。ほら、こんなにツルツル。くすぐったい。ねえ、背中を流してあげるよ。さっき言ってたでしょ。すまないな。では頼むよ。どう？強すぎない？大丈夫、ちょうどいい加減だ。思い出すな。え？以前はこうして妹に背中を流してもらっていた。懐かしい思い出だ。今妹さんは？今は故郷で薬師になるための勉強をしている。できた子で毎日よく頑張っているよ。そうなんだ。キズメルみたいな人がお姉さんだったら素敵だよね。優しくて強くてみんなを守ってくれるお姉さん。やめてくれ、少し恥ずかしい。ごめんごめん。ふう、お待たせ。見張りしてくれてありがとう。リラックスできたよ。いい湯だったな。じゃあ今度は君が入ってくる？では食堂に向かおう。キズメル様、